はい、ハストの心さんのインタビューです。本日のテーマは、未来はすべて決まっているのか、未来はすべて決まっているのかっていうテーマでお願いしたいんですが、世の中、すべて決まっていると思っている人と、すべては偶然だと思っている人、どちらが多いんでしょうかね。すべては偶然だと思っている人が多いじゃない？どうしてでしょうか。それは自分が選んできてないと思っているから。だから奇跡をお願いします。起こしてくださいっていう人たちが多い。でも一瞬一瞬奇跡だからね。それに気づいてない？息していること、体を動かしていること。こうやって話をしていること、こうやって伝えていること、それ自体も奇跡であるっていうことに気がついてない。家があることが当たり前、眠れることが当たり前、お金、一日暮らせるお金があることが当たり前だと思ってる人たちが圧倒的に多い。それを奇跡だと感じていない。なぜだと、それは当たり前すぎて気づいてないだけだから。だから、水を飲むこと。そしてご飯を3食食べれること。洋服を着替えること。好きなものをつけれること。それは当たり前ではない。決まっているっていうふうになると、努力しなくてもいいじゃないの。っていう人がいらっしゃるんですけども、これはいかがですか。努力しなくても決まってるからもう努力しなくてもいいでしょっていうことを味わいに来てる。それを聞いた時にね、そう思う人は、それを、その通りに味わう。それは自分決めてきた、んじゃない。自分がやりたいのはそうじゃないんだって。自分の魂が選んできたシナリオを抗うことも、これも魂のシナリオと。そうなんだ。了解。わかりましたって受け入れるのも魂のシナリオと。どっちを選んだとしても魂のシナリオと。なんだよ。そうすると、すべての現象は、偶然ではなくて必然です。必然であるっていうことですか。はい、すべて必然です。だから誰かのせいとか、環境のせい、みんなそういうふうにしたがるけど違います。自分が日本人であること、そして女性であること、でどういったふうに生まれて、どういった環境で育ち、どういった環境で死んでいくのか、すべて自分の魂が選んできたシナリオ通りなんだ。だから何を選択したから間違いだったっていうのは、それは自我だよね。思い通りにならなかったか、こうすればよかった、ああすればよかった。それは違いないんだ。欲と言っても過言ではないね。それと結論的には、自我の思い通りにはいかない。自我の思い通りにはなりません。魂の思い通りになっている。すべて魂の思い通りです。ありがとうございました。だから味わってください。